マルダー2は第二次世界大戦期にドイツが開発した対戦車自走砲である。通合戦車がベースとなっており、7.62cm または 7.5cm 対戦車砲を搭載している。マルダーは点の意味。正式番号 SDKFZ131 及び132。資料によって表記はマーダーもしくはマルダーとなる。 バルバロッサ作戦の初期、ドイツ国防軍は、愛号対戦車自走砲や牽引砲などではなく、より強力な対戦車兵器の必要性を感じていた。これはソ連が T-34 やキロボルト -1 などを数多く投入してきた1941年後期には、より緊急のものとなった。そこで、陳腐化した、軽戦車や、路角した、戦車、車両を改造するか、または、 旧型戦車の生産ラインを対戦車自走砲に切り替えるという決定がなされた。こうして開発された一連のマルダーシリーズのうち、マルダー2は、通号戦車をベースとしたタイプの通称で、武装と車体、使用シャーシの違いで2種類に対別できる。最初に開発されたのは、7.62cm パック36搭載通号戦車車体の正式名を持つタイプであった。 これは改造自走砲を多く手掛けるアルケット社により、通号戦車 D、E 型やその火炎放射戦車型からの改造、または心臓シャー足を使って201両が生産された。手砲のパック36リットル51.5は大量に捕獲したソ連の F-22 ホ砲を対戦車砲として改造したものである。薬質が改造されより装薬が多い。 パック44の長い薬莢を使うことができ、また野砲であるため従来二人で、標準操作を行うものを一人操作用に変更し、パック40の配備に先駆けて、新型ソ連戦車に対する有効な対戦車砲となった。戦闘室後部は、装甲板のものと、金網張りになっているものとがあった。背の高い自走砲ではあったが、T-34 に対抗できる貴重な戦力と、 なった。本社は当初、SD-KFZ-131 の正式ナンバーが与えられていたが、SD-KFZ-132 に変更された。これに続くのが、通号戦車、F 型車種を使った、正式名称、7.5センチメートルパック40に搭載通号戦車車台、SD-KFZ-131 である。車体は、ヘンシェル車。 戦闘室はアルケット社が開発、ラインメタルの7.5センチメートルパック40に追戦車砲と合わせ、最終組み立てはファモ社によって行われた。前作に比べ車高が低いデザインとなり1942年6月に試作車が完成、翌月から量産に入った。本社は心臓ーシを用いて576両、回収された通戦車 C、A、B、 C、F 各型を改造したものが75両製造された。なお、製造数については531両節がある。また写真などで、通号戦車を現地改造して5センチメートルパック38を搭載したマルダー2もどきの自走砲の姿が見られる。マルダー2は搭載火砲の優秀さから10分に連合軍戦車と渡り合えた。マルダー2の弱点は、 生産性の低さである。車高の高さも、去ることながら、天板がなく、背後も開放された、オープントップ形式のため乗員の保護が不十分だった。対戦車砲がそうであるように砲爆撃に弱く、不評価機によって制圧されかねなかった。結局のところマルダーシリーズは、戦車や突撃砲の類ではなく、機動対戦車砲とでも言うべき性格のものであった。 原則的に受動的な戦闘に用いられ、牽引法に比べて迅速で柔軟な陣地転換を可能としていた。有効な対戦車自走砲であったマルダー2だったが、1943年6月から同じ通号戦車ベースの自走榴弾砲であるベスペの生産が優先され、以後は新規製造の車体ではなく、修理のため構造された通号戦車から改造された後、 生産を終了した。戦車両兵大隊に配備されたマルダー2は後継のマルダー3とともに第一戦で終戦まで戦い続けた。ありがとうございます。